旧村上邸鎌倉未来ラボ投資家の皆様こんにちは。施設運営担当の小林です。緊急事態宣言が発令されてキャンセルも続き、なかなか厳しい運営状況が続いているんですが、こんな時だからこそできること、今やっていることっていうのを今日はですね、旧村上邸の神聖な能舞台の上から皆様にお届けしたいなと思っております。よろしくお願いします。3月7日日曜日にオンライン配信イベントを、企画しております。今後ですね、旧村上邸を起点とした、コミュニティをもっともっと、広げていきたいなと思っておりまして、その一環として、1990年代から古民家運営をされている果樹アートスペースの田中真紀子さんをゲストにお呼びしてオンライン配信イベントを行います。詳細はですね、旧村上邸のホームページお知らせなどにもアップする予定ですので、もう少々お待ちください。今後も続けていきたいことの一つとして、一家さんとの活動というのがあります。一家さんはダウン症のある人たちが、より輝いて活躍できる場を広げるために、保護者の方たちが中心となって結成された団体なんです。でその一家さんと一緒に村上邸の草刈りだったりとか能舞台のお掃除だったり、ダウンインターンという形で、清掃を一緒に、手伝っていただいております。このようにですね、今こんな時だからこそできることっていうのを様々な取り組みを行っております。今後とも皆様よろしくお願いいたします。